公益財団法人日本フィルハーモニー公共楽団は日本のプロオーケストラ。略称は日本フィルまたは日フィル。日本オーケストラ連盟生会員。1956年創立。1985年からは自主営の財団法人となり、市民と共に歩むオーケストラ、人、音楽、自然をテーマとして、 東京都を中心に年間約160回の講演を行っている。2006年に創立50周年を迎えた。2012年6月には債務超過状態で財政的に厳しく日フィル葬儀以来の危機的状況となっていた。存続に必要な税の優遇措置を受けるためには2013年11月30日までに 公益財団法人へ移行する必要があったが、そのためには債務超過を解消し、基礎財産300万円の積立が必要で、財政再建に必要な寄付を募っている。2013年4月に公益団法人への移行を果たし、同年7月には寄付金の増加によって、累積債務の解消と基礎財産の積立が完了したことが報告された。日本フィルシリーズは、 日本フィル創立期の1958年より始められた日本人作品の移植シリーズで演奏会所演を前提とした日本音楽史上稀な移植制度である。代表的な日本の大家から新人まで作曲家が広く選定され、作品傾向も古典から前衛まで多岐にわたる。第一作の八代秋を公共曲以来現在まで39作あり、 第40作は、野平一郎、オーケストラのための、トリプティークで2006年7月13日に、沼尻隆介式により初演された。日本フィルは1956年に文化放送が設立した後、財団法人とマり富士テレビと文化放送の放送料により運営されてきたが、1972年6月に、両者はオーケストラの解散と楽団員全員の解雇。 通告して放送料支払いを打ち切り、財団も解散した。表向きの解散理由として、オーケストラ運営に多額の資金が必要なことが示されたが、1971年5月に日本フィルハーモニー公共楽団労働組合が結成され、同年12月に道路組が日本音楽史上初の全面ストライキを実行したことが延因とされる。 楽団員のおよそ3分の2は、オーケストラと労働組合にとどまり、自主的な演奏活動で運営資金を確保しつつ、解雇不当により、東京地方裁判所へ提訴して、解決を求めた。一方、当時の主席指揮者、小沢誠治を中心とする、元団員により、新日本フィルハーモニー公共楽団が設立される。初代常任指揮者の渡辺明夫は1969年に、 スイスへ移住する際に日本フィルを離れたが、葬儀中の1978年に復帰して、以後もオーケストラの精神的支柱として活動した。演奏活動が全国的に展開されて、音楽家や音楽愛好家、聴衆らの広範な支援を受けながら葬儀され、1984年3月16日、富士テレビ、文化放送両社は、 ローソ側に2億3000万円の解決金を支払う日本フィルローソはフジテレビ構内の初期局を明け渡すことなどで和解が成立した。葬儀解決の1984年4月、渡辺明夫は日本フィルから創立指揮者の称号を送られた。音楽家の権利意識の向上につながり、葬儀の過程で1983年、全国的職能組織の日本音楽家ユニオンが、 結成される。全容は、富山雄造、中村慶造、オーケストラは、市民と共に、日本フィル物語に詳しい。今崎明美が、友よ、未来を歌え、日本フィルハーモニー物語を表し、これを原作とする映画、日本フィルハーモニー物語園の第5楽章も制作された。市民と共に歩むオーケストラのスローガンは葬儀の経験から生まれた。 精力的に展開された自主的な演奏活動から、北海道から九州に至る日本各地での公演活動が定着し、地域音楽振興として1994年に杉並区と友好提携を結び、市民のためのアウトリーチ活動など交流プログラムを実施している。オーケストラと社会をつなげ、価値や豊かさを生み出すための活動を音楽の森として実施。 地域コミュニティ、学校や病院とのコンサートを多数開催し、東日本大震災の被災自治体である南相馬市などを訪れ、音楽を通じた被災地支援を200回以上行っている。2018年6月には、日越外交関係充立45周年、記念事業の一環として、弦楽師重奏がベトナムのダナン、ホイアンの漁師で講演。公式演奏会、 子ども体験コンサート、岩病院慰門、ユネスコ世界遺産、日本橋前などでコンサートを行った。NHK 公共楽団、東京フィルハーモニー公共楽団、東京都公共楽団などの他の在京プロオーケストラの多くはすでに公益財団法人へ移行していた。日本フィル存続のために公益財団法人認定に向けてご支援のお願いご報告と礼。 日本フィルシリーズの歴史。日本フィルの活動音楽の豊かさをより多くの人に。日本フィルハーモニー交響楽団。2018年8月10日閲覧。杉並区役所。被災地支援。杉並区公式ホームページ。http://www. シティすぎなみ .tokyo.jp スラッシュカイドスラッシュ k-u-s-e-i スラッシュ f-u-r-u-s-a-t-o-n-o-u-z-e-i s ラッシュ t ou s u k a i m i c h i slash ラッシュ1 0 3 2 4 6 7 h t m l 二零一八年八月十日閲覧日本フィルハーモニー交響楽団カルテットダナンホヤン交流演奏会日越有四45周年 記念、在ベトナム日本国大使館。w w w v n e m b j a p a n g o j p 2018年8月10日閲覧。日越外交関係充立45周年、関連事業。在ベトナム日本国大使館。2018年8月10日閲覧。ダナン中日代表部公式サイトグッド、身近に。ダナン。 www.oeri.co.jp2018 年8月10日閲覧日本フィルハーモニー四重奏コンサートダナン中日代表部2018年8月10日閲覧ありがとうございます